こんばんは。お久しぶりです。こんばんは。皆さん、こんばんは。まず、一言目始めてもいいですか？始めます。こんにちは。今日の麦帯の担当します、金曜日のゆみきなおです。よろしくお願いします。こんばんは。そう、私コメントを拾うのがちょっと下手っぴなので勘弁してくださいね。そう、今日はリップを塗りました。いつも塗ってるんですけども、塗りましたんで。で、まだやんなくていいか。ちょっと喋りましょう。今日皆さん何をしていましたか？あ、プルプル、そうなんです。でもこれね、ちょっとね、ピリッとする効果もあるので、ヒーっていう風になるんですけど、皆さんは何をしていましたか、今日は。寝てた。あ、でもいいですね、寝てるのも。私も好きです、寝るの。こういう時に、ヒーっていう時にね、ヒーハーって言いたくなっちゃうんですけど、でもこれはね、先輩のギャグだからね、あんまり言っちゃいけないなと思って止めました、ヒーで。こんばんは。こんばんはしか見つけられないんだけど、大丈夫かな。じゃあ行ってきますね、そろそろ。じゃあ、麦帯選手権をやっていきたいと思います。今週の競技は、チャンスは平等、ジャスト5秒です。ストップウォッチを見ながらやっていいので、5秒00で止めましょう。チャンスは平等に1人3回です。1回でも5秒00で止めることができたらご褒美ゲットです。はい、ということで、今回は見ながらやっていいので、私は見ながらやっちゃダメっていうのしか経験したことがないのでやってみます。よい、スタート。ダメだ。4分70、いや、4秒72秒。72秒。ということで、もう一回か。じゃあ1回目ね。はい。よーい、スタート。惜しい。4秒81秒。惜しい。さっきよりは、あともうちょっとなんだ、だから。え、あとラスト？やばいやばいやばい。よし、いきます。じゃあ皆さんもやってみたらね。いっせーので、もうやばいやばい。なんか喉から声出たの。4秒30、間違えた、4秒53秒でした。ダメだ、私。じゃあ、今週は松尾が挑戦したんですけど、松尾も多分ダメで、こう、×書いてあるのでダメだったんですけど、今週は来週との合算なので、来週の人もこれを挑戦できます。ちょっと悔しい結果になりましたが。じゃあ、自分はもう終わったということで、来週の人を応援したいと思います。いやー、悔しい。え、個人的にもう一回やってもいい？え、ちょっとこれ個人的に。惜しい。5、6。惜しい。めっちゃ惜しい。え、これの方がじゃあいいんだ。ん？よくないか。なんかよくわかんないや。ということで、皆さんできた人いるのかな？ちょっとまだ、皆さんできたら教えてくださいね。あ、この後、チンキンを、や、あの、ラジオやりますので、皆さん、もし起きてたら聞いてくださいね。はい。ということで、フリートークです。最近、あ、そう、最近、これから来月、
山下美月さんの卒業コンサートが東京ドームで行われますので、私はその練習をしているんですけど、美月さん本当に私たちのこともですけど、皆さんのこともとっても考えながら、どういう風にしたら楽しんでもらいただけるのかなとかを多分いっぱい考えて、このライブを作ってくださってるんだなっていうのを本当ひしひし練習を私はしてて思うんです。だから皆さん、行く人いますか？はい、行く人いますか？見に来てたら一緒に盛り上がれたらいいなって思いますし、私もすごく今までやりたいってずっと思ってた曲を今回やらせていただけるので、それも何の曲か皆さん当日楽しみにしていてくださいね。めちゃくちゃ嬉しくて、もう本当明日とか明後日とかその曲練習しないのに家で練習しちゃって、それをまゆに自慢して、昨日も練習しちゃったんだよねとか言って自慢して、わちゃわちゃしてたり、まゆが昨日どっちか忘れたけど、リハーサルって言っていい？リハーサルの時にまゆがその日まゆいないと思ってて、私仕事で、そしたらいて、いるんじゃんと思って、なんでいないと思ってたって言ったら、まゆがいやいるよ、まゆのことをそんなすぐにいないと思わないでみたいな可愛いこと言われたんで、ちょっと共有しておきます可愛いのでちょっとすぐに言いたくなっちゃって、人に。そう、カッキーとまゆと最近よく一緒にいるんですけど、喋るの楽しくて、また共有しますはい、ということで、チャンスは平等発売中です。私はあと7曲をユニット曲いただいて、それも収録してるんですけど、もうね本当に嬉しいことにユニット曲いただいて、今回はラップ、あとの祭りとちょっと似た感じのラップがセットになった楽曲なんですけど、私はそのボーカル組で引き続きやらせてもらって、ラップ組にさくらとあやが追加されまして、もう声がものすごくいいんですよ。それもさくらはすごい可愛い声だし、あやも可愛らしくもありちょっとだけ大人僕もありっていう声で、あとね林の出だしがめっちゃ良くて、それもいいなって思いましたあとブンブクチャガマ、ブンブクチャガマかブンブクチャガマかちょっと分かってないんですけど、ブンブクチャガマは最近 TikTok の方でもダンス動画が公開されてるんですけど、まゆとあやめんが多分公開されてて可愛かった。こういうやつでしたちょっと見ただけで覚えられないんですけども、そうですねすごく久しぶりの行儀をするので、どういう傾向、今日ノーノーバージョンがアップされました。あ、そうなんだ、見たい、見なきゃ。髪また赤、いやしてないっす、暗くしてそのまま、私結構退化するの早くて、めっちゃ今どういう系統、こんな感じになってるんですけど、序盤は結構暗かったんですけどね。そう、今日アーシャー公開更新されました。見てくれた人いますか？アーシャ
ね、私ね、真正面で、いつも斜に構えるっていうか、なんて言うんだろうな、こういう感じのシルエットが多いんですけど、なんか今回はめっちゃ真正面で、あ、そっちなんだと思ってびっくりしちゃいました。でもなんか家族から評判良くてよかったなと思って。あ、そう、新しい制服も皆さん、全身像多分まだ私見られてないと思うんですけど、ちょっと丈がね、乃木坂で言ったら14ス、14ス、なんていうんだ、あー忘れたな、14っていう英語でなんて言ったっけ、ね、乃木坂で言ったらね、14スの、制服以来の、ちょっと丈の短さなんですよね。14スなんだ。はあ、14枚目でよかったね。じゃあ14枚目、14スのね、制服と同じぐらいの丈なんですよ。遡ってもらったら分かるんですけど、多分ね、どうしよう、違ったらどうしよう、合ってますか？それは各々で見てくださいね。そう、だから珍しいんじゃないかなって思いました。だって初めて見た時、え、この丈か、びっくりっていうふうに思いましたし、しかもあの僕は僕を好きになるの歌唱衣装もハイソックスだったんですけど、今回もハイソックスです。そうなんです。なので次いつ見られるのかな、皆さんに。工事中とかかな、いつなんだろう。あ、楽しみですか。ありがとうございます。早く見たいね。見てほしいよね。こっちで見る？コメント。今探していますからね。歌衣装モチーフなのかな？いや、わからない。あんまり、わからない。かわいい。あ、目があった？目があった。多分こっちでコメント見ると目が合うんだね。すごい。膝ガン見しないで。膝っていうのはね、パーソナルなもんだから。やめて。なんかやっぱコメント見るの、ふたっぴですね。あ、そうだそうだ、今日ね、メガネを持ってきたんです。久しぶりの乃木曜日すぎて、何をしようって考えた時に、何も自分で持ってくるものがなくて、なんかね、突如、ね、現れても困るから、これに持ってきました。ちょっと大きいんですけど。じゃん！メガネです。反射するかなと思って最初しなかったんですけど、あれですよ、レアな姿を見せようと思って持ってきました。鼻つまんで話していただけませんかって なんでそんな敬語で 嫌ですよ。レンズでけ、レンズでかい？レンズでかいのかな、こうしたら高くないんじゃない？一緒か。これは、散歩するときとか、なんか、雰囲気変えたいときとか、やります。どうですか？今日の服装に合ってると思うんですけど。なんか、でかいか、やっぱ。なんか、こう見ると大きいな。頭良さそうに見える。え、嬉しい。それはラッキーチャンス。ありがとう。首。あ、なんて書いてあったんだ。
度が入ってない、あ、これは入ってないです、あのね、度を入れましょうかって言ったんですけど、なんかそのうち入れますって言ってね、あの言ったんだ。だからね、そのうち入れると思う。愉快な人に見える。愉快な人って、どういうこと？それって喜んでいいの？いいこと。何何？今日の夜のご飯決めてください。そんなの自分のお腹次第ですけど。なんだろう、サバ？でも無理？無理か。チンキモメガネ。いやー、でもね、そんなのびっくりされちゃう。だって真正面に人いるんだから。アルピーさんが真正面にいるから、びっくりされちゃうと思う。ほっぺむにーってして、どっち系？どっち系に？内か外かどっちですか？レイちゃんはよく、あ、そう、レイちゃんめっちゃメガネかけてて、めっちゃ似合ってて、羨ましい。酒井さんはメガネ褒めてくれそうかな？褒めてくれんのかな？外。あ、変な顔になっちゃうよ、外にしたら。うちでいい？あ、うちも変になっちゃうな。なんか、あ、このぐらいで勘弁して。レイちゃんがしてそうな。え？レイちゃんは丸でしょ？私これは丸じゃない。これは、長方形。私のは。レイちゃんは丸。メガネ。もっとご飯食べてねって。食べたよ。さっきも食べてきました。あれ、アスパラガス。あとは、ハラミ。食べました。長方形ですよ、これ。私ね、メガネ診断っていうのがあって、メガネ診断で、丸はあんま似合わないよって言われたので、長方形にしました。美味しいもん食べてねって。美味しいもん食べたんだけどな。そう、最近ね、みんなね、私のご飯事情を心配してくれるんですけど、全然めっちゃ食べてますけど、気にしないでくださいね。視力いいの？あ、ね、視力ダメっぽい。幼少期からダメでした。気合でね、どうにかなるような問題でもないんで、視力だけはね。あ、はい、もう一回言ってください。ちょっともう一回言ってくれなかったね。料理上手？本当？食べてほしいな。あーやをくださいって。なんで？人違いにもほどがあんで。髪きれいだね。あ、ほんと！今日、結ぶか、おろすか迷ったんですけど、おろしました。時間ないときは結ぶんですけど、最近結びすぎかなと思ってやめました。おろしました。ほんとアーシャみたいな、この、ひょうたんみたいな、この巻き方やりたいんですけど、自分でできなくて。効き目は？ああ、効き目そんなのないかも。わ、見えなかった。先週京都行きました。あ、嬉しい。そう、京都府出身でやらせてもらってて嬉しいです。最近ぶら下がってる？何に？誰に？なんて、誰に言ったかな？ぶら下がったことあるって。言ったかな？京都に住んでます。お、一緒ですね、前まで。京都のいいとこ教えて。ああ、京都のいいところ。私、おばあちゃんいるんで。なんかおばあちゃんがいるから。京都が好きです。質問なんですけど、例えば家族と2人きりで旅行行くって、お母さんと旅行に連れて行きたいってなったら、皆さんどこに連れて行くのが初手ですか？私、そのお母さんと2人きりで
旅行に連れて行ってみたいんですけど、どこがいいんだろうと思って、まあ、お母さんの特徴で言うと、せっかち、あんまり動きた、あ、動くときは動くけど動かないときは動かない、あと美味しい食べ物とかはあんまり興味がない、温泉もあんまり長く入らないからあんまり興味がないっていう人なんですけど、どこがおすすめですかね。いや、大阪はね、京都の隣なんでよく行ってはるんですよ。お母さんの行きたいところはね、あんのかな、お母さん行きたいところ。よくね、新潟とかはね、行ってる気がするな。あと、どこ行ったことあるんだろう。ね、自宅、いや、自宅が一番いいんですけどね。北海道いいな。千葉、あ、軽井沢、何、いいな。そう、いつかね、お母さんと二人で行きたいんです。私、兄弟多いから、独り占めあんまできなくて、お母さんと二人でどっかに行くっていうのはあんまりなくて、兄弟みんな、ね、ちゃんと理性保ってきて、いい頃合いになってきたんで、ちょっとそろそろ二人でお母さんとお出かけしたいなと思って、な、行きたいなと思っています。あ、岐阜県ね。大人になったね、みんな。知ってる？みんなの子供の頃。動物園とかに行くとね、小動物のコーナーとかに行ってね、小動物のコーナーってめっちゃ範囲狭いのに、何やねんっていう、かくれんぼとかされるのかな、わかんないけど、めっちゃ迷子になるんですよ。どこ行っても迷子になるから、もうだみお姉ちゃんはちゃんと見ない、私の上にお姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんは弟のことをちゃんと見るっていうのが仕事みたいなもんになってましたよ。宿題やってないじゃん。あ、でも今回の宿題とっても私に寄り添ってくれる宿題です。じゃん。次回のメンバーへ、おすすめの映画やドラマありますか？ということで、松尾さんからいただきました。これはですね、今期、私はドラマが大好きなので今期もいっぱい見てるんですけど、移動中とかも見てて、今期でおすすめなのは「イップス」、ディズニー、悪魔ゲーム、アンチヒーロー、まあその他もいろいろありますけども、昨日見たのもね、よかったんですよ。リから始まるやつなんですけど、それは親子もので、序盤は初回拡大版だったんで、でもう親子で泣けるじゃんって思ったら、もう次になったら、え、どうしたどうした、え、もう、え、どうしたっていう感じになって、で最終的にはなんか、え、次回に続くんじゃんっていう感じになるので 絶対わかんないじゃん そういう感じになるので、あ、リベンジ、リベンジ、リベンジ、そうです、リベンジです。そう、見ました。あ、花咲前も見ましたよ。花咲前はね、あれ、杏さんの方も見てて、どういった、杏さんの花咲さんとのどういった関係性なんだろうっていうのがまだ私分かってないので、ちゃんとね、どういう組み立てなのかちゃんと見たいなって思いますね。え、何？リベンジって指差しちゃダメ？リベンジっていうドラマのタイトルですよ。花咲舞っていう、あ、花咲舞って言っちゃダメなのか。うん？あ、メガネ外してって言われた。せっかく良かれと思って持ってきたんだけど。あ、そう？リメイク的なものかな。あ、なんか、前回の出演者の方も出てて、おじさんって言ってたから、つながりはあるんですけど、そのつながりがね、どうつながってくるのか。ルート？
ルート、ルート、接種名称教えてほしい。まだ見てないです。そう、オートタクシーのやつね。で、オートタクシーはね、アニメ見ました。あと理科のも舞台やってたしね。そう、まだ見てないのです。季節のない街。ああ、見てない。ホルモン見ました。あ、見る予定ですよ。楽しみ。君が？あ、見てない。君がも。香港のファンです。嬉しい。あ、香港のライブ、ありますので、香港に行かせていただきます。6月28日に香港のライブがありますので、楽しみにしていてくださいね。ミーグリとかで香港からミーグリしてくださる方もすっごい嬉しいって言ってくれて、私もなんか同じ熱量で喜ぶのですっごい嬉しいです。ありがたい。私も初めて、海外の単独ライブ初めてなので、とても楽しみです。まあまあ、でもまだ誰が出るか分かんないので。でもまあ、誰が出るか分かんないので。本当にそれ、私もなんか、いける前提みたいな感じで話してますけど。時間大丈夫？でもあと3分あるから大丈夫ですね。あ、次回メンバーに宿題出したいと思います。次回のメンバーさんまだ決まってないので、何でもいいんですけど、私、持ち込みがありまして、好きな楽曲をちょっとだけ踊ってほしいなって、踊ってっていうか、この上半身だけで踊ってほしいなっていうのがあるので、踊ってくださいでいいですか？それにします。なんて言ったらいいの？次回のメンバーさんね。一節で。いいので、好きな曲を踊ってください。なお、はい、できました。こっちにします。 OK。 なんかすごい、今日の宿題決めるのがスムーズにいったかと思います。今まで宿題決めるのとても苦手だったので よく見ると可愛いやんって。よく見て。ありがとう。誰かな。あ、名前書いたよ。名前書いた。復習しましょう。じゃあ髪の毛整えて、どこ見ればいいんだろう。オッケー。明日仕事。頑張ってください。てか一緒に頑張りましょう。もうそろそろなんで、体に気をつけてください。じゃあ、すごい拙い方とは思いますが、今後とも乃木坂46をよろしくお願いします。では、バイバーイ。